今日、山開きを迎え多くの登山客が訪れた富士山。登山規制が導入され初めての山開き。麓では混乱が相次いでいました。危険な弾丸登山などを防ぐため今年から新たなルールを設けた山梨県側の吉田ルート。新たなルールでは登山者数を1日4000人に制限し1人2000円の通行料を徴収。予約制で通行料金を支払った登山者は黄色のリストバンドをつけて山頂を目指すことができます。ところが初日から思わぬ事態が発生。今朝5合目につながる道路には長い車の列が。強風のためおよそ9時間にわたり通行止めが行われ登山者の多くが足止めされたのです。12時ちょっと前、毎年7月1日に来るんですよ。2000円と3000円分を払ってるんですけど、どうですかね、もしキャンセルになったら、まあ戻ってくるのかな。午前9時ごろ、通行止めは解除されましたが、これにより登山を諦める人も。3人いて私だけ残ってって感じ。山頂はもう目指さず、途中行けるとこまで行って、もう帰ってこようと思ってて。山梨県によると、道路が通行止めになった日は、受付をする前であれば返金は可能だといいます。さらに取材班が目撃したのは、予約することを知らずに訪れた方が一旦ゲートで追い返されました。この中国人男性、急遽当日券を購入でき、なんとか登山することができたといいます。知らなかったよ、中国語が通じなくて大変でした。窓口では予約制度を知らなかった外国人たちの対応に職員が戸惑う様子も見られました。一方、悪天候の中、山登りをするとは思えないほど軽装で登山道に入っていく外国人の姿も。さらに登山道を進んでいくと、半袖シャツでキャリーケースを転がし山頂を目指す中国人観光客がいました。中には服が入っているよ。服だけだから重くはないよ。今日から9月10日まで続く富士山の登山シーズン。新たな規制は危険な登山者を防ぐ一手となるのでしょうか。